どうも、遠藤です。フォーナー、今日買ったんで、早速ね、やってみようと思います。まず、ドミニオンでね、キャラが、のぶしですね。なんか、のぶし、かっこいいんでね、ちょっと使ってみようかな。なぎなたとかが、槍とか好きなんでね、とりあえず最初は、のぶしを選んでみました。で、なんか、普通の、連続攻撃かな、これ。鳥の鈴木、威嚇と人神。ああ、なんかすげえ覚えれねえ名前だな。隠密スタンス。なんか、螺旋の構え。まあなんかよくわかんない技がいっぱいあるんで適当にね、やっていきますかね。で、なんだ、始まったか。じゃあ早速、ドミニオンっていうのは陣取り合戦ですね。キャプチャー、なんか FPS のキャプチャーザフラッグみたいな感じなんですかね。とりあえず、私はオレンジチームなんで、まず青いところをね、オレンジにしに行きましょう。で、うわっと、これ敵じゃねえか。あれ、二人もできる。一対二はさすがにきついんじゃないかい？おー。やばいやばい。なんだこれ。ちょっと。一対二はまずいぜ。逃げちゃおう。いでてて、逃がして。逃がさせてくれ。頼む。で、逃げていく。階段を降りて逃げる。敵が追ってきそうな気がするが。ああ、階段降りてますね。ちょっと開始早々いきなり瀕死になっちゃったんだけど、これ回復とかできないのかな？回復とかは？ちょっと回復してくださいよ、誰か。この辺の雑魚でも倒していくか。ここ B か。もう取ってんのか。ここ行くね、したら。A 行けばいいか。あ、A に味方がいるんで、加勢しに行こうと思うけど。敵がやってきたなぁ。もっと後ろから。いいね、後ろからこいつをやっていくー。ほら、適当に攻撃だ。お、なんだ、なんか本気出したぞ、あいつ。お、マジで。後ろからついていく。ほら、ほら、ほら。逃げてるな、相手。おっと？あ、倒したぞ？なんで倒したんだ、今。勝手に死んだぞ、相手。よくわかんねえ。まあいいか。じゃあ、取ってないところ。あ、また取られてるよ、ええ。つってもな、こっちもライフがあまりないんだよな。なんか回復とかできないのかな、これ。どうしよう。C 行くか？ B は、味方が行ってくれてるから C 行くか、じゃあ。C を取りに行きますか。で、はしごを登って、確保中、敵がいないから確保してんのかな。で、取りましたね。お、なんか回復してるね。あ、陣地にいれば回復するのか。そうだそうだ。確かそんなんだったわ。なんか、ベータテストちょっとだけやったんだよね。よし。で、確かここにいればね、なんかスキルが溜まってくるんだよね。どうしよう。溜めてた方がいいのか。おー、なんか揺れた。今何？ A、真ん中 B 取られてて、奥が A 取ってんのか。こっちか。よし、敵を。やろうと思ったが、味方がすでに、とどめを刺してきた。この辺のね、雑魚をぐしぐし倒していきますか。なんだ、なんか灰色になったぞ。あ、スタミナが切れたんだ。え？ B。よし、B。白くなった。このまま攻めて。いいね、B 取ったね。で、この、斧持ったおっさんをね、後ろから、ついていきましょう。おら！うわ、本気出した。あの、長飛みたいなのどうやんの？うお、味方やられてるし、強っ。え、マジ、もう一人やられた。強っ。あれ、強いな。ちょっとやばいんじゃないの？後ろから、ついていく。毒で。もっと？確かこれ毒持ってんだけど。危ね。あの、この剣持ってるやつやばい。なんだこれ？反撃。あ、これか。長飛。おらおら。倒してく。ちょっと。一体さんはまずいんじゃないかい。やべやべやべ。ちょっと逃げるかな。さすがにちょっとまずいな。
おら、お前だ、お前だけは、お前だけは、よし、味方ナイス。なんかぐちゃぐちゃになってるよ。ちょっと一回じゃあ戻って回復ですね。スキルとかもね、なんだったっけ、なんかずっと走ってられるんだっけ、こいつのスキル。スタミナがなくても走っていられるってやつと、2番目が弓矢か。さて、真ん中。あ、B がね、取られてるか。おっと、あの斧、あのナマラ強いやつ、こいつ後ろから。もうなんだ、さっきのと違うぞ。おーい。いいね。味方強いっすね。お、戦ってる。後ろから。なんだ、なんかこかされた。やべ、味方やられてるし。やべ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 。どうしよう。二人もやられちゃったよ。ちょっと逃げるか。これはまずいな。数的有利を保てないと。お、いいね。こいつ。回復させ、回復できないの。お、なんか、あ、なんか燃えてんだが、燃えてるんだが。つか C 取られてるね。C 行きますか。環境ダメージもしっかり食らうんだね、これ。さて C を取ったね。で、回復して。もうなんか敵がどんなことやってるくるかとかも全然わかんないからな。適当にね、ボタンを押して戦ってるっていう感じですね。お、取られた？あの奥の拠点を取った方がいいかもね。あ、取ってるか。A 取ってるか。あ、でも敵がいる。こいつ後ろから、後ろから、突き突きしていきましょう。ほらほら、ほら。はい。はい、逃げる。尻尾巻いて逃げてく。ちょっと追っかけてみますか。これどうやって追っかけるんだ。おーし、お、落とした落とした。ほら、ほら、うぃー、やった。ブラッドサーステイってどういうこと？刺していく。後ろから、どんどん刺していきましょう。で、これをね、生き返せんだよね、マロンス。よーし、いいね。残りの敵は脳肉かな。ほら、範囲攻撃で。もう無双ゲーですね。スタミナがもうなくなった。攻撃側が奮起した。あー、これに、ね、とどめ刺すモードね。あ、C。何気に取られてんじゃん。おっ、ちょっと待って。逆転か？ C を取り返す。敵チームのヒーローを倒せ。この状態だと敵がね、リスポーンできなくなるんで、この状態で全滅させたら、こっちの勝ちですね。そういうことでね、裏回って、敵の背後からね、槍を刺しに行こうかと思います。つか、技とか全然使ってないよな。ほら、お前だ。まずはお前からだ。ほらほら。ほら。うわ、よくわかんない。いて、めっちゃ食らった。ちょっと。どうしよう。スタミナもないし。うわ、味方やられてるし。これやばくね。やべやべやべ。弓兵行け。弓兵行け。あ、当たってない。当たらない弓兵。あ、ちょっと待って、この雑魚も敵じゃん。やばいでしょ。どうしよう。あ、なんかこれ、回復のやつある。これをつけて、回復して。よしよしよし。ほら、ほらほら、相手スタミナないぞ。やっちまえ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 。同じ攻撃しかしてない。もう、あ、終わったのもしかして。おー。勝ちですか、ほら。スコア、457。まあ、こんな感じですね。なかなか面白いですね。ドミニオン。もうちょっとちょっとね、キャラの特性とかが分かってないんでね、もうちょっとその辺を練習してからやろうかなと思います。他のモードもちょっとやってみようかな。ってことでね、フォーオーナードミニオン、一戦目の推しでやってみました。以上です。